国連は解体でいい。国連が破産寸前の非常事態に、外国人からは喜びの声。国連のグテーレス事務総長は、先日、国連職員に対して書簡を送り、加盟国が分担金の支払いを遅らせており、現金がすぐに底をつきそうだ。と、財政状況が非常に厳しいことを訴えました。また、加盟国にも書簡を送っており、あなた方の国連であり、破産に追い込まれるべきではない。と、分担金の速やかな支払いを求めています。加盟国193カ国のうち、未払いは、最大の拠出国である米国を含む81カ国。2018年の日本の分担率は 9.68% で2位であるため、米国が払っていない今、実質日本が最大の拠出国となっています。国連が破産の危機という衝撃的なニュースですが、ほとんどの外国人は、そもそも国連に何も期待していないようで、悲しみどころか、喜びの声が多く寄せられていました。